こんにちは、クッキーカップルです。今日は Q&A コーナーです。イエーイ。そしてその前に구독자가만명이됐습니다。감사합니다。あ、감사합니다。記念すべき Q&A コーナーをインスタグラムでインスタグラムですよ。やったんですよね。그렇습니다。どれぐらいあったんだろう。한億億ぐらい。じゃあ早速見ていきましょう。ねえ、クッキーカップル。항상재미있게보고있어요궁금한것이있는데거의싸우는일이없어요시마스ちょっとしたことで不機嫌になりますね。あ、じゃあそういう時にどっちからごめんなさいって言いますか。これ뭐야、あ、これでもさ、私じゃない。私じ、あ、私じ、正直チャギのごめんはみやんねー、結構みやんみやんじゃない。父母も喧嘩して、両親と子供ももちろん喧嘩ができますんで、プロは喧嘩がもちろんです。でもだからどっちから謝るかとかが大事だと思います。でもちゃんとみやんみやん言うよ。もう今は遅いでした。次、高校生ながら日韓カップルに憧れています。ほい、韓国人に出会えるきっかけって少ないですよね。少ないですよ。高校生でも旅行で韓国に行ってる方はよくインスタとかでも目にするんですけど、知り合いとかでいない。本当に私知りませんけど、でも最近はフェイスブックとかアプリもいいじゃないですか。アプリインスタとかで知り合って、私の友達でも海外の人とお付き合いしてる方とかも結構いるし、今リアルタイムでどこでもできるので、カカオの ID とか教えてね。もちろんもちろん電話もできますよ。そう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 、私たちパロでも彼が22歳ぐらいですけど、4年前から彼女と付き合いました。日本人彼女と。それで高校生から付き合って今まで付き合いました。わー、めっちゃすごいな。チャンスがあるとキャッチしてください。以上です。あれ、 YouTube 合コン、私たちの動画って結構人気じゃないですか。もしかしたらやるかもしれないです。次、福岡に来る予定はありますか。この前も行ったしね、ラーメン食べたよね。ラーメンは餃子食べましたんで、本当にこの時は。わあ、クリコさんは韓国語結構話せるようになりましたか。おー、まあでも下手ですね。あれや、韓国語って自分紹介言えばね。クリコです。あれ、韓国語で。クリコえよ、ハンガオよ。韓国に行ったら話す機会が多いし、韓国語しか私が行った時は話さないもん。話さざるを得ない環境なので、ちょっとは上達したんだな。さあ、そして次。사랑합니다。ありがとうございます。감사합니다。私たちも好きでございます。誰んで、男性じゃない、女性かな、わかんないですけど。次、クリコさん大好き、超美人。あー、嘘つき。ちょっと待って、韓国語どうやって勉強しましたか。あ、彼ですね、すごいなんかよく訂正してくれて、発音がね、下手だってめちゃくちゃ言われるんですけどね。そんなにいいよ、大概の中で勉強がいいじゃん。でもね、意外と彼の友達とかお母さんは分かってくれるっていうね。もちろん理解できますし、でも私はもっといい発音が、すごくそれはありがたいんですよ。料金は料金、うん、愛で電話をして覚えることが多かったです。復習もしてたしね。はい、次。いつも楽しく見ています。クリコさんはどうやって韓国語を覚えましたか。読み書きからですか、それともコミュニケーションを取るために会話からでしたか。大学の時、第二外国語が韓国語だったんですよ。アニョハシムカ。ちょっと待って、誰がそんなに話します。アニョハシムカ。なんとなく授業を受けてて、読むことはできてたので、これアだなとか、これカだなっていうのは分かってたんだけど、ほぼコミュニケーションからだよね。まさか使わないと覚えないので。次、韓国語を覚えるためにどんな勉強法で覚えましたか、クリコさん、ということで、彼のお母さんがよく韓国語のラジオを聞いているということ。私もいろいろアプリをダウンロードして、韓国ラジオって調べたら MBC とかそういうのが出てくるんですよ。何言ってるか最初全然分からなかったんですよ。なんとなく聞いて、ちょこちょこヒアリングはできるようになりました。なんかそういうので、なかなか勉強する時間がないので、やっております。お二人のやりとりが大好きです。ありがとうございます。仲が、仲いい秘訣は何ですか。あ、なんだろう、よく話すよね。あ、話すときはとことん話すし、話さなくていいときはとことん話さないじゃん。私はなんか恋愛スタイルが、これしてくださいがありますならば、直接すぐ話がいいと思います、ね、なんか 90% できますから。これも結局私がいいとそんなに、ね、そうです。はい、
次、キョンシクさんはなんでこんなにイケメンですか、理由を言ってください。なんか強めの文章来ましたけど。 ID 私です、うん、これね、自作自演です。次뭐또하나씩나요쓰이네유튜브에서잘보고있어요저도한일커플유튜브를시작하고싶다는생각을하는데조언이있을까요그러니까둘의좀좋은추억을좀저장하는공간이런식으로생각을하면은편집할때도행복하고업로드할때도행복하고그럴것같습니다編集を多分どっちかがやって、コンセプトを誰が決めてっていうのがあると思うんだけど、ちゃんと話し合ってテーマとかを決めていった方がいいかなと思っております。次、여자친구와항상재밌게보고있습니다장거리연애를그만두시면서서로에게새로이알게된점이있으신가요뭔가이슈니스미니까모토시테마스가어떻게될지가생각하고모토오나지후타리가혼돈이나니시타이이키타이소리가큐니나이토끼말이봤어요気分の波がすごく似てる。一緒に住んだらご飯作ったら私片付けますよとか、そういう掃除も含めて優しいなって思うのが。次、저도한일커플인데쿠키커플만의장거리비결이있나요장거리연애한1년넘게했잖아요그러면서저희가계속얘기를한게믿음이라고서로얘기를했었거든요그냥질투하고의심하고이런것보다는우선이유를물어보고회사일일수도있고정말어릴때부터친구일수도있고아예솔직하게다말을했기때문에믿을수있지않았나라는생각을합니다もちろん信じてるんですけど信じててもジェラシーとかはあるのでいい意味で適当にするようにしてましたもう여자といろんな理由で会うとしても心配なの嫌なのでそんなことないじゃない私今までありましたね次、また会いたいです。ありがとうございます。私たちも会いたいです。また偶然にマクドナルドで会える気が。付き合ってどのくらいですか？2017年9月27日から付き合いました。それなら何日ですか？今日が500。600や。うそ。600や。え？記念日。私26かと思ってて。日付をまたいでたんだよね。26に私、25に話。その辺です。はい、次、今鹿児島にいますか？たまにいます。たまにいます。鹿児島にいる人会いましょう。天文館で会いましょう。よろしくお願いします。私の彼はネパール人なんですが、一緒に生活していく中で育ってきた環境の違い、文化の違いを感じることがたまにあります。お二人はそのようなことはありましたか？あります。何？クリコと二人で술집에갔어요。술집에갔는데계란말이를시켰어요。하나먹고우리가안먹었어요。クリコ이거포장을해가자。계란말이가많이남아있으니까。그러니까일본은안된다는거포장이。아이럴때좀문화가틀리구나。性格にもよるんだろうけど、これ包んでもらえますか？っていうのを言えなかったのを言ってみるもんだなっていうのは勉強になりました。さあ次。韓国人の彼とお付き合いを始めて8ヶ月です。今彼の住んでるところはタイなんです。で仕事で、忙しくて数ヶ月にちょっとしか会えません。彼はまめな連絡やしっかり愛情表現をしてくれます。お二人は毎日連絡取ってますか？どのぐらいの頻度でデートしていますか？韓国の方は表現がストレートと聞きますが、彼女にもストレートに表現をしてほしいですか？私はなかなか上手に愛情表現ができていない気がします。クリコさんは最初からストレートに表現ができるタイプでしたか？ということなんですけど、連絡って私たち毎日撮ってる。毎日撮りましたね。ご飯食べたって韓国人めっちゃ聞くよね。あ、なぜなら知りたいから。私がご飯食べるとき彼女がご飯食べるかな。でもさ、なんでさ歯磨いたって言わないのにさご飯食べたって言うの？なぜ私にそれ。ちょっとこれ真相分かったら教えてください。デートはどれぐらいの頻度でしていますか？家の50メートル前のコンビニに行っても二人が幸せならばそれがデートと思います。愛情表現についてなんですけど、私はストレートに愛情表現しますか？今はします。ああ、昔は？毎日ビデオトークで電話しました。好きです。それならばクリコがビデオ存在しましたよ。でもなぜ恥ずかしいから。わ今も恥ずかしいよ。嘘。本当。これが好きです。私も好きです。でも目を見て話すとめっちゃ恥ずかしいですよね。え？愛情表現は必要や。まあこれかっこいいねとかありがとうっていうのはまめに伝えるようにはなったので、言葉とかにも壁があるからこそそういうのやりたいなと思っています。そうです。さあこれで質問に答えたわけですけど、なんかすごい近い感じがしてね、フォロワーさんと。あ、本当本当。考えより本当に二冠カップルが多いご。もうどうやって出会いましたか？これだけじゃないし、私たちはそんな問題がありますけど、カップルもありますか？他のカップルさんの事情も知ることができたからすごく楽しかったし、一緒に考えようみたいなのが楽しかったです、ね。一緒に飲みたいです。また
今度はディープな内容だったりだとか、うん、危ないエロい質問がありましたら今回の動画のコメントにもお寄せいただけたら嬉しいです。クッキーカップルのクリコとキョンシクでした。